失敗した政策をやってた人がさ、選挙もないのでね、国民の審判受けないで、ずーっとこう政権の座に残るわけでしょ。権力者がさ、要はそのあの世に行かない限りは、ずーっとやるわけでしょ。習近平ってだからもう死ぬまでやるわけでしょ、あれはっきり言って。そうするとね、なかなかこれ政策修正すると言っても、自分の失敗したことを認めるって厳しいんですよね。日本のさ、こういう民主的なこの社会ですらですよ。官僚はなかなか自分の失敗を認めませんよね。消費税の増税が失敗してね、デフレに陥ったとかね、98年。日銀のね、2000年、ゼロ金利解除。2006年のね、量的緩和解除が失敗だったってことね。未だに言えないじゃないですか。まあみんな失敗だと分かってるんですけど、公式にはまだ否定してないですよね。まあそういったものなどあってですね、チャイナみたいな官僚国家だったらなおさらなんですよ。で、失敗した奴が未だに権力の座にいてさ、よっしゃっしゃとかやってるわけだから、これはなかなか難しいんじゃないかなということで、この件に関してですね、ウェッジにね、岡崎研究所が非常に面白い論説を掲載してます。経済成長よりも習近平中国経済が持つ4つの問題点というふうに書いてるんですね。これなんかね、フィナンシャルタイムズの社説の引用なのかな。これでね、4つの問題点としてですね、具体的に言うとね、債務問題についてということで、まず、経済政策の実施は主に地方政府に与えられながらも、人事は党中央が握っていると。各地方政府はそれぞれの GDP を躍進させる上で競争関係に立ち競争に勝利すればその幹部は褒められて中央に栄転すると。これがですね、地方政府間の競争を激化させ中国全体の成長を促した反面、各地方政府は処理できないほどの債務を抱えることになったという、まあこれ構造問題ですね。チャイナの構造問題、これが一つ目と。二つ目がですね、債務を補うためにね、例のあの土地を使った錬金術をやってきたんですが、これがですね、まあ当然限界があって今バブル崩壊の危機に瀕していると。これが二つ目で、三つ目がですね、まあさっきね取り上げた個人消費の問題ですね。クルンクマンが指摘する通り、中国の経済成長は政府系企業が引っ張ってきた。中国には民を貧しくさせておくことによって治安を維持できるという崩壊思想がある。中国では経済縮小を反転させる民間需要拡大は期待できない。まあ今まさにそういう感じの政策やっちゃってますよね、習近平ね。そして4つ目ですね、アメリカが輸入に占める中国の割合がどんどん低下していると。さらにですね、まあ EU なんかもそうで、要はそのデカップリングですね、デカップリングによってチャイナへの依存度がどんどん減っていくことによって、チャイナ経済景気悪くなってしまうんじゃないかということで、この4つの問題解決しない限りはですね、まあ、なかなかチャイナ難しいと、まあ、かなり辛辣なご意見ですね。まあ、4番はまあ外交政策なんでね、もうすいません、ロシア潰しますとか言って言えば、まあ、いいのかもしれないですよ。制裁とか解いてもらえる可能性はあるかもしれませんが、まあ、やっぱでもこれも構造問題なのかな。共産党が経済もほらグリップしたいわけでしょ。これまあ3番のね、その個人消費の問題にもいきますけど、消費が主役みたいなこう世界になるとさ、人民というか国民が主役になっちゃうわけじゃないですか。日本共産党じゃないですけど、国民が主役の政治とか言って、まあ全然ね、民主的なガバナンスやってない共産党が言うのも笑っちゃうんですけど、まあそんな感じですよ。だからその民主的なガバナンス全くやってない共産党がですね、まあ、国民が主役の経済なんで作れるわけねえとなるとですね、まあこれなかなかやっぱ難しいですよね。で、さらにその中央政府と地方政府のね、人事の問題ね、これも7年の慣行でですね、簡単には変えられないじゃないかなと思うんですね。地方政府がだからいろいろこう GDP 争い競争してるんですよ。だから統計とかもね、水増ししてね、まあ出して、それがまあ問題になってるわけですけど、でそこで地方で名を上げたやつが中央に来てねっていうことをまあやってる限りはですね、こうやっぱ無理ですよね。無理がたたるような、まあ後でたたりが来るようなね、呪音かね、貞子かなんか知りませんけれども、まあかや子かさや子か貞子か知りませんけど、たたりが来るようなですね、こういうまあ政策をね、やってしまうと。要はその短期的には成立して自分が任期の間は数字出るんだけど、長期的には維持不可能な政策をやってしまうと。この問題やっぱ解決するのなかなか難しいですよね。チャイナの権力機構そのものにこうなんか由来するですね、大きな問題なので、まあ、この4つね、まあ、要は人事の問題ね、中央と地方のですね、政治的な人事の問題、そして、まあ、いわゆるバブル崩壊ね、不良債権の勝利に窮している。まあ、これいつも私言ってますけどね。で、3つ目、その個人消費がボロボロと。ね、個人というか国民をね、経済の主役にしたくないみたいなね。まあ、あくまでもその共産党が何に金使うか決めるんだみたいな。賢い奴が金の使い方決めるんだみたいな。まあ、やり方やってると結構厳しいかなと。そしてま、最後デカップリングもね、これもどうにもならないので、フィナンシャルタイムズはね、軍事的暴言主義がこの後ね、危惧されるみたいなこと書いてるんですけど、まあ、果たしてそこまでやれるかとかね。まあ、この辺はですね、習近平がね、まあ、どれぐらい相手を弱いと思うかにかかってますので、まあ、日本もね、フィリピンも台湾もね、そしてインドもね、弱いと思われないようにしなきゃいけませんし、弱いと思われないようにまあ連携していくことがですね、軍事的な冒険をね、向こうにね、選択させない
習近平に選択させない、まあ一つの重要なですね、要素になってくるかなと思います。いずれにしてもですね、まあ消費ボロボロ。国内の構造問題も抱えですね。そしていろいろね、デカップリングもまあ進んでね、もう4番目ね。輸出ももうかなりやられちゃってるということですね。なんか少しね、PMI がね、上向いたみたいなニュースありましたけど、長期低落傾向の中でも、落ちながらも景気循環あるので、こう落ちながらこうちょっと上がるのをね、構造的にこうね、ガーンとこうね、傾向変わったんだみたいに誤解しない方がいいんじゃないかなというふうに思いました。ということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方お願いします。最後に、私のこと特に応援したいという方、Thanks ボタンとね、私がやってるオンラインサロン、八重洲イブニングラボの方にお越しいただけると大変嬉しいです。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー!